こう話題の人にでも問題解かせようかなと。英語の問題ですか。はい、やっていただこうかな。絶対できないけどな。まあいいや。でもありますね。めっちゃ難しいな。受験生たちの勉強になるんだよ。6問中なんと。さあ、では始まりました。もちろんね。さあ、今回はですね、お、すごい大物なゲストにお越しいただきました。ありがとうございます。麻生先生。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。体もでかいですね。そうですか。びっくりしましたよ。あ、すごい大きい。うちのチャンネルっていろんなことやるんですけど、はい、やっぱちょっとこう話題の人にでも、問題解かせようかなと。はい、英語の問題ですよ。はい。むっちゃできないけど、英語も。はい。イングリッシュチャンネルなんで、はい、そうですね。ちょっといろいろ細井先生とかにも毎回解かしてるんですけど、はいはい、細井先生英語だけがコンプレックスだって言ってるので。そうなんですか。はい、英語だけができない。何でもできそうやけど。何でもできるんで英語だけできないからって言って、はい、今、まあ、大体月1ぐらいで行って問題解かしたりとか英語喋らせたりとかしてるんですね。はい、今やってるんですけども、はい、その師匠にも。そうですね。もう僕中学英語から怪しいですけどね。そうなんですか。でも、ね、藤田出てらっしゃるので、はい、藤田の僕の受けた時の英語の試験は辞書持ち込みかだったからね。あ、そうだったんですね。そんな時代でもう辞書に文法の藤田でよく出る文法ここも分析して全部辞書に書いていきましたからね。そんな時代です。そんな感じだったんですね。辞書持ち込みかなんかないでしょ今。いや、慶応文学部だけ辞書持ち込みかです。あ、そうなんですか。すごい辞書持ち込みかコンビじゃないですか。意味が違うと思う。多分なんとか英語できない人が多いからっていう。そうなんですね。措置だったと思うんですけど、じゃあ藤田のその文法問題をやっていただこうかな。絶対できないけどな。まあいいや。意外とですね、なんというか本当重箱の隅をつつくような問題出してくるんですよ。あ、そうなんですか。はい、基本的なんじゃないんですね。そうなんですよ。多分マーチとかの人でも間違えるようなものも入っている。絶対できない。まあ基礎的なものもあるんですけどね。はい、まあ、ちょっと実力を見せてもらおうかと思って、はい、めっちゃ嫌だ。お金以外にもあるんだぞっていうところですね。いや、やばいじゃん。知ってたら勉強してきたのに。でもハワイ行ったりしてるじゃないですか。もう全部秘書に任せてます。あ、そうなんですね。はい、ご飯の注文すらしない、どれぐらいの実力なのか、はい、楽しみですか。はい、本当にやるの。本当に、2022年今年の問題でございます。はい、やばい。大問1今年の問題。はい、これ息子とか見てんのやばい。いや、本当はね、息子さんと対決とかさせてもよかったかなと思って。なるほどね。はい、うわ難しい。ペンもありますんで。めっちゃ難しいな。シャーペンかボールペンも選べます。一応じゃあシャーペンにしとくわ。本当にガチでやってますからね。受験生たちの勉強になる内容です。勉強になるんですかこれ。いや、これは知らない人も結構いたりするんで。こんな難しいんですか今。そうですね。これでも医学部では優しい方になるんですよ。マジっすか。なんかもう決まりきった慣用句みたいなのが全然ないじゃないですか。決まりきった慣用句ばかりです。そうなんですか。よくあるやつじゃないんですよ。桐原とかに載ってる。ああ、桐原にはまあいくつかは載ってます。零点ちゃうのこれ。はい、無理やりで、はい、わかりません。そうです。六問中ね、なんと二問正解。はい、お願いします。どうですか、知ってる単語とかあります？問い1の問い1、 Please don't suspect him doesn't mean that he isn't a criminal。 警察官が疑ってる、はい、彼の犯した罪状、罪みたいな感じかな、やったんじゃねえかって、はい、でこれは2で合ってるんですよ。合ってるんですか。はい、Just because 何々だからと言ってっていうですね、はい、警察官が彼を疑ってるからと言って、うん、それは彼が犯人だということではない。なあ、そういう意味ね。クレミナルは犯罪者ですね。犯罪者ね、はい、これ並べ替え問題でよく出る構文です。
Just because、はい、Just because 何々だからといって、そうです、警察官が彼を疑っているからといって彼が犯罪者、犯罪者というわけじゃない、はい、そういう話なんでしょう、分からずに正解正解、まあ、It doesn't mean の It が省略されるというのですごく特殊な構文なんですね、わけ分からずにこれは難関大では基礎ですね。続いて2番ですね、はい、Her parents objected なんとか by herself in such a rough neighborhood ということで、うん、俺知ってます単語、まあネイバーと近所の人ですよね、で両親が拒絶したと、はい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 、だからまあ by herself は独立でとか、あ、そうそうそういうことですね、一人で生活するのを拒絶したとか、うん、ああそうそうですね、反対したってことですね、反対した、まあラフっていうのはなんか悪い近所の人みたいな、そう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 ですね、まああんまり良くないエリアですね、あそう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 、そういうところに一人暮らしするのに反対したってことですね、したっていうので、まあ、でも全部それ同じような、そうなんですよ、意味はまあそんな感じでもう何オブジェクトに関するイディオムなのかなというので、オブジェクト ING とかオブジェクト名詞っていうのでオブジェクティッド to ing かなと思って、はい、まあこれしかなかったそうです ね、まあ、いわゆるこの to は不定詞じゃなくて前置詞だよっていうので問われるやつで、なるほど、で意味上の主語はを置くっていうやつですね、はい、難しい、そのなんでここにはがあるんだろうっていうので、ね、これがもし難しいやんこれ、もし her parents objected to living だったら parents が住むことになっちゃうのではを置くことによって彼女が住む、彼女が住むのを反対したということになるんですね、はいはい、ですね、2問連続正解ということでであと全部間違えた、あと全部間違えてましたはい、3つ目いきますね、はい、I don't know what became なんとか him after graduation で、これ一番最初にね、丸してすごい難しい問題なので一番最初に選んだと思ったんですけど、いやもうこれはもう分かんない、 became of か became to かどっちかやろうなっていうので、はいはい、これは知らない受験生も多いと思うので、うん、もしこれがね受験に出たらめちゃくちゃこの動画ラッキー問題ラッキー問題でもうすごい感謝されると思うんですけど、うん、become of の候補ですね、 become of なんだ、はい、what has become of とか what became of 何々で、うん、何が起こったのって言うんですね、何が起こったの、はい、卒業後彼に何が起こったのかは知らない、あそういう意味か、はい、僕 become to で何々になるだから卒業してから何かになるか、そう思っちゃう、思っちゃいますね、そう思っちゃうと思います、これだけ自信あったのにダメでした、ダメでした、これは What と使うやつなんですけど知らない受験生めちゃくちゃ多いので、そうなんだ、で問い4が We were lost、うん、あ、lost わかるんですよこれ、なくしたってことじゃないんですか、私たちは道に迷っちゃったってことですね、あ、迷う、We are lost だけでも道に迷ったってことですね、そうそうそう、道迷った、でセットフレーズ、ね、What was worse さらに悪いことに It だ、ワットです。今ワットって言ったんですよ。ワットです。スティルがまあ、これは知らなくていいんですけど、より一層みたいなのがついてるだけなんですけど、ただより一層悪いことに、It was getting dark、暗くなってきた。暗くなってきた。これ知っとかなあかんやつですね。そうです。知らんかったら絶対できないですね。そうなんですよ。これが多分一番簡単です。全然覚えてない。で次が、My brother is going to go bankrupt。これ知ってます？ Go bankrupt。分かんないです、破産するって意味ですね、バンクがバンク、ね、あってラプトが壊れるなんて、うん、お金なくなっちゃう、 unless he starts saving money and あこれですね、 lives with his なんとか、これは難しい、うん、unless って知ってますか、こうしない限りはってですね、お金を貯金しない限りは生活の範囲内でってことですね、ああまあまあまあそういう感じですね、そうです、この収入の範囲内でっていう、範囲内でしなければってことですよね、そうそうそう、それしなかったら破産するよ、破産することになるだろうと、そうそうそう、私の弟は収入の範囲内で生活しなければってことですよね、そうですそこです、収入ですよね、そうなんですよ、ここでこれを見てどれが収入なんだって受験生もなるんですよ、うん、収入の意味なんかねえじゃねえかってなる、この1デブトじゃなくてデッドって言うんですけど、デッドと、まあこれデッド借金ですね、とデフィセットとかもそうですね、このないもので、means っていうのはですね、意味じゃないですね、名詞の means っていうのは、うん、多くの受験生は手段で覚えてるんですね、はい、でもこの構文で出てくる場合はお金を表すので、そうなんです、収入の範囲内で暮らさなきゃいけないという意味になるんですね、うん、文章の意味が分かっても単語が選べない本当そうです、だからすごい難しいの通ってますよこれ、
難しい。でメジャーっていうのはまあ措置とかですね。なんかその測り、測りかなみたいな。ああはい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 、選んでしまうな、はい、これは引っ張られましたね。これは難しい。難しいね。そして最後のやつも難しいですね、はい、これ総計とかで出ることある表現ですね、はい、お金関係、まあ院長だったんでちょうどいいなと思って、はい、5番も6番もお金だと思って、はい、お金たくさんあったらどうしますか。そうですそうです。この at your、 これが disposal っていうんですね。3番なんですけど disposal、はい、dispose ってまあ捨てるっていうところですか。処分とか捨ててもいい金がたくさんあったらということか。操れる金がつまりいくらでもあるみたいな感じですね。好きなだけお金があったら。めっちゃ難しいねめちゃくちゃ難しいですよこれ。ちょっと息子に入れっていうのはちょっと酷やなこれいやもうこのディテリオレーションとかでも悪化とかかなり難しい単語ですし、うん、まあ、ダイジェッションとかは多分ダイジェストは医学用語でもあるので消化するんですね。そうですね、なんで簡単だと思う。ダイナミックスとか力学とかですね、うん、これあれだな、単語だけ意味が分かっても解けない。そうです、かなり難しいんですよ実は。昔こんな問題出なかったそうですよ辞書持ち込みかですもんね。これ答え全部取ってますもん、まあ、辞書全部載ってるこれ辞書いやもう過去も見て毎年これが出てるからみたいなんで、まあ、As is often the case with なんて、はい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 、全部もうメモしていってよくあることだそうそう、そんなんでしたよ。こんな難しいのも出なかったね、うん、やっぱそうなんですよ。コメント欄どう荒れてるかいやいいですよいいですよ、うん、僕のね、はい、息子が今ちょうど受験生でね、はいはい、父親からのアドバイスとしてとにかくお前単語やれと低学年のうちにね、うんうんうん、もうそしたらもう英語は勝手にそれで成績上がるからって言って毎日単語テストをさせて、ほうほうほう、もう全部結構その単語テストはもう1日何十問で やってて、はい、結構満点取るんですけど英語のもちろん成績をまあまあいけるだろうと思って受けさせたらもう見事にひどいさんさんたる結果で、もう何やっててとこんだけあんだけ単語も覚えてたのにっていうことだったんですけど、まあ大学受験は単語だけではないんですね、はい、いけません。どういう風にしたら英語の成績が爆上がりしますかね。爆上がり、まあもちろん目指すところにもよるんですけど、はい、まあ、その後できちんと単語、文法、まあ、解釈とか構文ですね、はい、ここを結構すっ飛ばしていってしまう人が多くて、単語覚えて長文やればいい、長文しか出ないんだからとか長文の配点がこう高いんだからってやるんですけど、うん、そうやってやると足元救われますね。なるほど。ということで、はい、今回ですね一応問題解かして教育について語ってみましたけどですね、はい、これ2本の動画になっているのかどっちかしか使われていないのかわかりませんが、それでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。